東から見たアニックカースル手前はアルン川アニックカースルはイングランドのノーサンバーランド州アニックに存在する城あるいはカントリーハウスアニックカースルカナレットが1750年頃1 9 9 6年にアニック男爵イブドビシーがスコットランド人の侵入を防ぐために建設を開始した要塞が起源である1309年には ノーサンバーランド伯爵パーシー家の所有となり、アボットタワー、ミドルゲートウェイ、コンスタブルズタワーなどが改修により追加された。第6代ノーサンバーランド伯爵ヘンリー・パーシーが16世紀に大規模な改修を行っている。さらに18世紀には、ロバート・アダムの設計に基づいて増築工事が行われた。内装は、ゴシック建築の代表作である。 ストロベリーヒルを模倣しており、彼が通常好んだ新古典主義とは異なっている。アダムの設計した部屋の大部分は今日も残されているが、一般に公開されている部分はほぼすべて、ビクトリア時代にイタリア風の装飾に変更されたものである。城には二つの庭園が付随している。北側にあるのはアルン川へ下ってゆく、比較的小さな庭で、18世紀に、 ケイパビリティブラウンとトマスコールにより設計された。もう一つはハルンパークでハルン修道院の跡地に建設されている。城は現在も公爵一家が居住している。その他に公爵家の財産を管理するノーサンバーランドエステーツのオフィスが設けられている。第二次世界大戦の頃から城の一部を様々な教育機関が利用するようになった。まず一時的に 入ッする協会女子高校が利用し、1945年から1975年には、市販学校が、さらに1981年からは、セント・クラウズ・ステート大学が、キャンパスの一部を置いている。城は、夏の期間のみ一般に開放されているほか、特別展示室が、城周辺を囲む塔に置いて設けられている。ポースターンタワーには、 公爵の趣味である考古学の出土品が集められており、ポンペイのフレスコが古代エジプトの遺物などを見ることができる。コンスタブルズタワーにはナポレオン時代に結成された地元の義勇部隊であるパーシー・デ・ナントリー・ボランティアーの武器などが展示されている。アボッツタワーはロイヤル・ノーサンバーランド・フュージリアーズ連隊に関係する展示が設けられている。映画、ハリー・ポッターシリーズにおいては、 ホグワーツ魔法魔術学校としてロッケが行われている。その他にもブラックアダー、ロビンフートなどの映画においてこの城のシーンが登場する。城に隣接して元老サンバーランド公爵夫人が作ったアニックガーデンが存在する。階段型の噴水を中心にして植物を何層にも配置したこのフォーマルガーデンは第二次世界大戦後に建造された。 英国の庭園の中で最も野心的な作品である。4200万ポンドもの経費をかけたとされるアニックガーデンはノーサンバーランドエステーツとは別の団体が管理しているが、公爵はこの団体に42エーカーの辞書及び900万ポンドを寄付している。庭はまず2001年10月に1期目の工事が終了し、噴水及び主要な植物の設置を終えた。 2004年にはツリーハウスと呼ばれる建屋が完成し、カフェとして利用されている。同年にはロンドンのキューガーデンとウィズリー庭園に続く入場者数を記録し、50万人もの観光客が訪れている。2005年2月にはケシしタイマを集めたポイズンガーデンがオープンした。ありがとうございます。